山口県北部地震とは、1997年6月25日18時50分頃に、発生した山口県北部の島根県との県、境付近で発生した地震である。地震の規模は、無邪魔6.6で、20世紀以降、山口県内を震源とする地震の中では、最大規模である。震源の深さが8キロメートルと浅いことから、 近く内で発生した地震と推定されている。東西に圧縮事故を持つ北東から南西走行のほぼ延直な右横ずれ断層と推定されており、地表に地震断層は現れなかったことから、坂田耐性雲断層の一部が地下深部にて活動したことよる地震であると考えられている。余震域の大きさは幅約1 0トル、長さ約1 0トルであった。 島根県西部で最大震度5強を観測したほか、近畿地方から九州地方にかけて震度1以上の揺れを観測した。山口県阿町の生雲田の中地区が被害の中心であった。家屋5棟が全半壊したほか、山口県内で243棟が一部損壊の被害を受けた。また、島根県で5棟が、広島県でも1棟の家屋が一部損壊した。 人的被害としては、倒れてきた食器棚に頭をぶつけたり、落ちてきた蛍光灯を踏んだりして、女性二人が軽傷を負った。ライフラインの被害としては、水道は、むつみ村で20個が断水し、佐さ町や阿東町、むつみ村で濁るなどした。また、県道3 1十号線などで、土砂崩れや路面のひび割れなどが発生し、一時通行止めとなった。その他、あ町では、 ほとんどの墓石が倒壊した。ありがとうございます。